アイドルグループカントリーガールズが結成1周年記念イベントを開催。声帯ポリープのため活動を休止していた桃内こと嗣永桃子さんが登場しました。皆さんお待たせしました。私嗣永桃子完全復活しました。さらに13歳の新メンバー2人が加入することをサプライズ発表。メンバーは最新シングル分かっているのにごめんねなど全8曲を熱唱しました。ロギュランド